どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんはまあ人生で一度バイトというものをね、多分したことがあると思うんですけどね、やっぱバイト先といったらこう先輩やら上司やら、まあね、はたまた後輩だったりね、まあいろんなね仲間に囲まれてまあバイトをするわけなんですけど、まあなんか何でしょうか、なんかこの人とシフト被ったらちょっとしんどいなみたいな、そういう人たちいませんでした？いましたよね。いましたよね。僕やっぱそういうのが結構あって、そのまあなんかそのバイトを辞めるというよりか、結構そのバイトを飛んできましたね。飛ぶって言ってもまあ6、7回ぐらいですけどね。うん、まあ6、7回ぐらいしか飛んでないんですけどね。まあそういった女性でなんか飛んできたのかなってね、そんなことを思ったりしますので、本日の動画はこちらでございます。はい、こちらでございます。はい、バイト先の正直しんどかった人たちということでね、僕は今まで、その、まあ今はバイトね、ギリギリしてないんですけど、まあ、バイトをね、多分15個ぐらいやってきたんですけどね。まあ、その中でたくさんしんどい人たちがたくさんいました。しんどい人たちがたくさんいたんですけどね、まあ、その中から、まあ、厳選して、ちょっと、まあ、4人ほどね、紹介できたら、まあ、名前は出さないですよ。名前は出さないですけどね、まあ、もう見られたら終わりの覚悟で、喋りたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。それではバイト先の正直しんどかった人たち、一人目はこちらでございます。視力矯正ドクロ先輩ということでね、こちらの先輩はですね、まあ僕があの地元の頃、僕福岡なんですけど、地元ね、まあ福岡の頃にね、あのコンビニ、某コンビニで働いてたんですよ。あのいい気分のとこで働いてたんですけど、ちょっと言えないですけどね、うん、名前は言っちゃうとこバレちゃうんで言えないですけど、キープのところで働いてたんですけど、そこでね、出会った方なんですけどね、とてもいい方だったんですけどね、ちょっと癖があるというか、まあ、シルク矯正というのはいつもこう、メガネをかけてて、まあ、ドクロ先輩というのはこう、ドクロをなんか、いつもね、なんかね、同じようなブランドの服を着てたんですよね。まあ、ドクロか、なんかピストルか、なんかちょっと忘れたんです。そこら辺、ちょっとすいません。うろ覚えかもしれない。ここ、ドクロじゃなくてピストル先輩、シルク矯正ピストル先輩かもしれませんけど、いつもそういうね、同じようなブランドの服着てて、いや、いい方だったんですよ。まあ、僕、夜勤だったんですけどね、キープの夜勤だったんです。結構もうほぼほぼ僕週5ぐらいで入ってたんですけども、ほぼほぼ被る感じだったんですけどね、そのまあ気分屋なんですよね、うん、まあ夜勤はねもうろくなやついないですよね、うん、夜勤の先輩はね、まあどこ行ってもまあろくなやつはいないですよね。夜働こうなんてね、まあそこの思考回路が終わってますから。だっていや夜働かなきゃいけないね人はいますけどね、それはねいますけど、なんか自分から自ら選んで夜勤の働こうはもうろくなやついないですからね。ねコンビニで夜勤はもうろくなやついないですからね。まあ僕もやってましたけどね、僕もろくなやつじゃないんでね、うん、いやもうこの先輩本当にね、感情もう、あ今日この先輩切れてるなっていうのが、もうあのドアあるじゃないですか、あのレジに入るとこのドアあるじゃないですか、コンビニって。そこをバターンって閉めたら、あやばい今日はそっとしとこうみたいな、もうそのなんかすっごいイライラするんですよ。もうレジとかもタン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 って、そのあ今日イライラしてるなってね、なんかそうイライラしてたらまあ喋りかけちゃダメだって思うんですけどね。でもなんか機嫌がいい時あるんですよ。機嫌がいい時はね、なんかすっごいね、僕の後をねストーカーするんですよね。僕がね、そのあちょっとすいません、あのトイレ行ってきていいですか、お行ってらっしゃいって言われてね、トイレバーって入るじゃないですか。すっきりしたーってガラガラガラって開けたらね、ここに先輩がいるんですよ。ガラガラガラ、おおびくしたーみたいな、そのなんかそのアサシンですかみたいな、その暗殺者ですかみたいな感じで、もうその気配を消してね、僕を驚かすのが趣味な先輩なんですよ。うざいでしょ、うん、めっちゃだるかったんですよ。それがなんかもう僕がこうね、ドリンク補充とかしててね、このドリンク補充してたら、こっちがレジじゃないですか。でこうレジなんかお客さんまだ来てないかな、あ大丈夫お客さん来てないからまだドリンク補充できるなと思ってこう入れようとしたら、もうここに先輩がこういるみたいなね、もうそのアサシンですかみたいな、暗殺者ですかみたいな感じで、のこむとくみたいな感じで、もうだるいんだよってね。そしたら気づいたら2時間くらい経ったらまたね、バターンって締め出してね、さっきのそのアサシンの時のこのノリはどこ行ったんだっていうね、そこがね、結構ね、しんどかったんですよね。まあその、一番機嫌がいい時はね、僕の耳を、ってするっていう、なんかよくわかんないボケしてくるんですよね。その、風間くん以来のね、あ、風間くんがね、その、しんちゃんによくされますよね。って、それ以来のね、あ、その、現実世界でそれする人いたんだっていうね、ってね、もうしんどかったんですよね。まあ、このドクロ先輩もしんどかったんですけど、あの、アイスの検品手伝ってくれない HKT48 オタク40代おじさんもしんどかったですね。それでは、バイト先の正直しんどかった人たち、二人目はこちらでございます。感情で動く。ミヤンの店長ということでね、すいません、これもちょっとね、店名ちょっと伏せないとね、怒られるんで、もしバレたらね、怒られるんで、ね、すいません。
館の店長もしんどかったんですよね。まあ、結構ね、ちょっとこうぽっちゃりの方でね、なんか結構ね、普段は優しいんですよ。普段は優しいんですよ。中村くんみたいな、中村くん、お笑いの活動頑張ってよ。僕応援してるから頑張ってよ。よし、今日も頑張って中華料理運んじゃってね。頑張ってねと言ってね。いや、わかりました。ありがとうございます。みたいな感じですっごいね、いい人なんですけどね。もうね、この、みや、でね、もうすごい、土日がすっごく混むんすよ。あの、スカイ、ラ、グ、のね、やっぱね、お店ってすっごい土日混むんすよ。やっぱそのファミリー層でね、ファミリー層すっごい混むんすよ。そしたらね、もうさっきの優しかった店長がね、中村くん、お笑いの活動頑張っちゃってよとか言ってるね、店長が、持ってけよ、すべてをてめえこの野郎、油淋鶏持ってけ、油淋鶏持ってってあげ、油淋鶏持ってけこの野郎みたいな感じでね、店長みたいな、油淋鶏持ってけ、すべて持ってこいよ、すべて持ってけよ、餃子、ラーメン出して、厨房ラーメン出して、みたいな、中豚酢豚持ってけ、酢豚持ってけって、てめえを酢豚にするぞってね、こっちは持ってましたけど、てめえ酢豚にするぞって、もう僕もね、それでイライラしちゃって、何さっきも出さすかったのにさ、そんな忙しいな、しょうがないじゃん、あなたがこのね仕事を選んで働いてるじゃん、もうそのイライラをこっちにぶつけないでよと思いながらね、僕も一生懸命働いてるよと思いながらもね、もう僕もイライラしてね、もう全然関係ないとこイライラしちゃってね、もうそのお客さんとかもイライラしてました。僕もね、その連戦してね、なんかまあ中華料理屋でもフライドポテト頼むんじゃねえよって思いながらね、酢豚お待たせしましたとか言ってね、酢豚まあね、その人のせいにしちゃダメってね、言うの分かってますけど、すいません、この店長のせいで、すいません、この、まあ、ミヤは、飛びましたね。バイト先の正直しんどかった人たち3人目はこちらでございます。口を開けば自慢話、常にウェッティーなバンドマンということでね。この方と出会ったのはそのカラオケで働いてた時ですかね。うん、このカラオケにお世話になる。あ、このカラオケは飛んでないです。はい、このカラオケ飛んでないですよ、僕ね。すごいでしょ、飛んでないですよ。いや、この方でやったらカラオケなんですよ、お世話になったんですけどね。もうこの方ね、常にウェッティなバンドマンはもう本当にね、もう今でも嫌いですね。今でもちょっとだけ、嫌い。もう同じ熱量で全然ね、切れますもんね。もう全然もう同じ熱量でいけますからね。いや、なんかすごいね、自慢話してくるんですよね。もう聞いてねえよって、こっちが聞いてねえよみたいな、なんか、いや、俺たちのバンドはね、今度全国回るんすよみたいな、なんか結構ね、いい感じだったんですよね。いい感じのバンドのね、方なんですけどね。もうなんか、こっちは聞いてないでね、いや、新曲いい感じですよみたいな、全然お前興味ねえよみたいなね、思ってましたけど、しかも常にウェッティなんですよね。これ不潔なのかおしゃれなのか、お前どっちなんだみたいなね、たまにいませんか、ロン毛の人で。なんかお前どっちか、お前風呂入ってないのか、そのなんかつけてんのか、どっちだお前みたいなね。本当にもう自慢話も多いし、なんかちょっと見た目もね、ちょっと不潔気味だったんですけどね。もうこれ、すいません、もうこれね、見られたら終わりなんですけどね。終わりなんですけど、そのなんか、お皿とかも洗うじゃないですかね。唐揚げ、お皿とかも洗うじゃないですか。その揚げ物とか出したね、お皿洗うじゃないですか。もうね、すっごいね、もう、え？この、なんかその、赤ちゃんをこう撫でる時ぐらいのこの強さですっごいね、お皿を適当に洗うんですよ。でもういつもこの汚れがね、はい、洗い終わりましたというか、汚れがね、まだついたままなんですよ。もうだからその当たり前のことね、できない人が本当に僕すごいね、嫌いなんですよね。うん、嫌いなんですよ。もうそれ、なんで当たり前のことができないなってね、やっぱ思っちゃうんですよね。なんか常にウェッティーだしね、すごい自慢話言うしね。しかもなんかね、いつもこうやって一緒にね、シフト入ってる時はね、いや、お客さん来てほしくないっすね、とか言うのにね、そうだね、とか言ってたのにね、こいつ、自分が休みの時に、友達連れてくるの ?8 人ぐらい、どういうこと?で、どういうこと?で、お客さん来ないでほしいですね、で、そうだね、とか言ってた、あの、メモリーは思い出は僕たちの、なぜ僕が入っててあなた休みの時に8人ぐらい連れてくる、なんで嫌いです。それでは次が最後でございます。バイト先の正直しんどかった人たち4人目はこちらでございます。地元の焼肉屋のあいつらということでね、僕の初バイトでございますね。焼肉屋の厨房でございますね。僕が出勤するたびにね、いつもあの3、2、1一発ギャグどうぞってね、僕にね一発ギャグ振ってきたね、あの腕極太のね、あの男子大学生のやつと、あとはね店長ね、その時働いて店長ね、お前つまんねえな、お前福岡吉本でも通用しねえよってね言ってきたよね。それ僕にも失礼だし、福岡吉本にも失礼だしね、もう全員に失礼だよお前ってね、お前はじゃあ何様だよってね、あいつらもこれぐらいの豚バラで脳天をパコン叩きたいですけどね。でも唯一ね、僕に優しくしてくれたあの女子大生のね、あなた、とてもあのね、あの時のその優しさとね、あの時のすごいいい匂い、その体臭なのか香水なのか分からないですけど、とてもいい匂いでした。あなたのその香りをそのディフューザーにしたいです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。